村田のあの伝家の宝刀フォークボールの復活、懸念される声もありましたが見事に今日復活しました。マウンド上の村田、村田は1球投げた、打ちました、セカンドゴロ、セカンドが取った、がっちり抑えた、西村一塁送球、一塁アウト、試合終了。村田見事な完投勝利。昭和57年の4月13日対ライオンズ3回戦以来、なんと先頭で73日ぶりの完投勝利の味を村田が噛みしめております。昭和51年の4月にプロ野球ニュース始まりましてね、ちょうどあの頃49年にまず日本一になって、はい、そして50年51年とあの防御率1位でしたよね。そうです。あの野球をやっててこう非常に充実していた時期じゃないですか。そうですね、何もかも、まあ、楽しいったら変ですけどね、うん、やっててね、まあこうなんて言いますかね、負けても明日があるんだっていう中にね、すごくやっぱり切り替えも早かったんですけどね、うん、そういう中でこれからどうなるか分かんない、うん、まあ未知の数ですからね、はい、とにかくこのプロ野球ニュースっていうのはそういう意味ではこう張り合いがありましたよね。取り上げてもらうっていう中に、全国の中に、まあ、自分の力っていう中に、はい、まあ正当な評価って言いますかね、うん、まあ僕自身も本当そういう時にあの始まったと思いますね。町に都はるみの大ヒット曲「北の宿から」が流れ、貞治を王貞治がハンク・アーロンと並ぶ714号本塁打を放った昭和51年、プロ野球ニュースは始まる。皆さんこんばんは、プロ野球ニュースです。この映像は昭和51年9月10日、日本ハムを相手に村田が初の20勝を完投で飾った時のもの。村田はこの年21勝、シーズン最多の202奪三振、防御率1位とプロ野球ニュースの門出を飾るかのような大活躍、ロッテのエースにのし上がった。この年27歳、マサカリ投法が一気に花開いた。本当にやっぱり20勝っていうのは一つのエースの勲章っていう中に、そうですね、20勝っていうのはあのついてもあるもんですからね、うん、相当嬉しいもんですか、20勝した時っていうのは。ああもう本当嬉しかったですね、うん、まあ、あの当時の監督さんが金田さんですね、はい、あの金田さんとその出会ったということも村田さんにちょっと大きいことがあったんじゃないですか。本当に大きかったですね、まあ、僕はこうやって今できてるのもそういう中での出会いっていう中ですごく大きなやっぱり自分なりのチャンスも与えてもらったと思うし、うん、まあ、苦しかったですけどね、その代わり。昭和52年1月半ばには早くも埼玉県鶴瀬のグラウンドで合同自主トレに参加。オールドファンには懐かしい顔が並ぶ若き日の金田留寛、白仁天、プロ野球ニュースの歴史でもある。この年後期優勝の原動力となって村田は後期の MVP に輝いた。昭和53年、ロッテはフランチャイズを仙台から川崎に移してジプシー生活に別れを告げた。4月1日の開幕戦、村田は4年連続の開幕投手を務めた。この映像は5月5日の対日本ハム戦。ストレート、ストレート、フォーク、3者連続三振、まさに絶好調。5月12日には11年目にして通算100勝を達成した。100勝っていうのはどうでした？まだね、今その当時は100勝っていうのはとにかく自分でもやれる自信がついた時ですからね、うん、まあ、通過点だっていうのはとにかくそういうふうに生かしてきましたから、100勝はあんまりして当然っていう気持ちがありましたからね、通過点ではありましたから、うん。
フォークっていうのはいくつ頃から投げてらっしゃったんですか。まあでも実践的に本当に自分でこうやっぱりこれでウィニングショットって使おうとしたのは10年近くやっぱりかかりましたね。打者の方もそれも意識してくれましたからね。やはり投げてもなんて言いますかね、それを分かってていくっていうのがまた快感にもつながったぐらいの年ですね。高知魔王氏、昭和57年5月17日対近鉄9回戦、先発した村田に最大のピンチが訪れた。初回右肘に激痛、無念の降板。右肘との格闘3年間がこの時始まったのである。ひょっとしたら野球生命終わったなっていうことも考えましたね。とにかく風呂場にすぐ行きまして、タオルが全く絞れなかったですからね。変わることも一切もう激痛っていうのが来ましたからね。まあこれでひょっとしたら終わったんじゃないかっていうこともそれだけショックがありましたよね。夫婦の間でこんなやり取りがあったという。ダメだ、痛くて投げられない。投げられないと分かっていてどうして無理するの。打たれるのは覚悟していた。ここまで悪いとみんなに知ってもらってからでないと戦列を離れられないんだ。まさに壮絶な野球エリートの戦士である。よしこ夫人はその当時を、夫婦の間で何も話さない日が続いた。彼には誰も寄せ付けない、そんな雰囲気があった。夜子供たちが寝てしまうと貝が殻を閉じるようにピタリ離さなくなった。昭和58年、村田は気分一新、天地療養も兼ねて南紀白浜へ治療にやってきた。自分自身冷静を振り返ってみますと、肘さえもう一回治ればね、ここだけ治せばっていうふうに気が変わってきましたね。そういう気持ちに、何度肘でも治そうっていうふうに白浜の時には気持ちになりましたからね。元のチームメイト三井さんをパートナーに山道を走り、滝に向かって座禅。さらにマムシの皮を使った全身火だるまのようなマッサージ。執念で耐えたという。白浜から笑顔で戻った村田に再び厳しい試練が待ち受けていた。投球練習を再開して数日後、再び肘に激痛が走る。回復復帰は無残にも打ち砕かれ、よしこ夫人も妻として、プロ野球人の妻として決意したという。私にも何かできることがあるはずだ、妻だもの。どの医者も彼を治してくれないなら、私が治してくれる人をきっと探し出してみせる。よしこ夫人と村田は日本中のスポーツ専門医を訪ね歩いたという。昭和58年8月20日、村田は野球人として全てをかけアメリカ行きを決意する。名医と名高いスポーツドクターフランク・ジョーブ博士に診断を仰ぎ、日本ではタブーとされたピッチャーの利き腕にメスが入った。今も右肘には13センチもの傷がある。手術後、カリフォルニア・アナハイム球場で大リーガーの練習を見守る村田。手術成功、喜びもつかの間、この年村田の実の父親が亡くなった。病床で、俺の右腕をお前にやりたいと言い残して息を引き取った父に、村田は完全復帰を誓ったという。同じ腕の手術をしたエンゼルス、トミー・ジョンとの語らいは彼を勇気づけた。肘の回復、そのバロメーターはよしこ夫人との腕相撲だったという。昭和59年2月、鹿児島でのスプリングキャンプ、村田は順調な回復ぶりを見せた。およそ40メートルのキャッチボールに野球人としてほのかな自信、希望の光を見出したという。やっぱり投げるんだよってことをね、やっぱり知ってる人に見せたい部分は多分あったのか分かんないですね。これだけ良くなったんだよって言われるよね。なるほどね。そして5月に入ってからバッターに対してね、フリーバッティングで少し投げ始めたり、それができるようになったという時はどんな感じだったんですか。怖いんだけどね、やってまして怖いんだけど、なんて言いますかね、明日は大丈夫だろうかっていう、やっぱ不安と同時に、また投げなきゃ、これもっと練習すればもっと早くなるんじゃないかってことを。そして8月12日、待ちに待った一軍公式戦のマウンドを踏む。札幌丸山球場対西武戦。実に818日ぶり、村田兆治の勇姿である。9回1イニング、9球で三者凡退。
周りからの両方からのスタンドからのとにかくアナウンサーコールがありまして拍手で迎えましてね、ああこの感覚だな、本当に自分が待ち望んだってい う, こう野球選手の中でとにかく期待も込めてこう拍手に迎えるっていうのは、まあ、最高の幸せっていうふうに感じましたね。そして今年3年ぶりの本格的なキャンプを無事乗り越え、4月14日1073日ぶりに通算157勝目、ここに見事に伝説のヒーローエースが復活したのである。不死鳥、火の鳥、フェニックス神話が鮮やかによみがえった。試練を乗り越えて今野球に生きる吉子九人の復活参加。彼は今完全復帰と200勝へ向かって確かな第一歩を踏み出した。苦難を乗り越えてなお明日を目指して歩み始めた彼の上に、燦々たる太陽が眩しく降り注ぐ日が来ることを私は信じている。